では次のコンシェルジュさんです。はい、こんにちは、NPO 法人ゼロスポーツコミュニケーションの森谷智之です。よろしくお願いします。はい、お願いします。いや今のねお話は企業経営者としては非常につらい耳が痛い話ですね。もうねこっちはどうちゃんと話してるのに目の端っこがもううんが大きすぎてもうあいつねって思ったから、まあ、ね、いい勉強してますよ ね。 いやなんかここの場ってそういう場なのよ ね、 本当にもうダメになることばっかりです、ね、じゃあやっぱり僕もダメになる話しなきゃいけないなっていう方になりますよ ね、 よろしくお願いします、はい。で前回はちょっと見守り力っていう言葉でちょっと閉じたんですよね、うん、お話を。じゃあ具体的にどうするのっていうところがあると思うんですよ、うん、で特にやっぱり保護者の皆さんっていうのは自分のお子さんに対してどうしても熱い視線をなる、ね、送りますよね。なる、もうむちゃくちゃ暑いですよね、うん、暑すぎる人も多い ね、うん、もうすごいですよね、うん、で、じゃあどうすればいいのかっていうと、うん、まあ前もちょっとお子さんの試合とか練習とか見に行ってくださいね、うん、できるだけっていう話をさせていただいたんですが、うん、じゃあ練習の時の試合と試合の時って保護者の方の目線ってどう違うのかなっていうのをまず考えてみたんですね、うんうん、で練習の時って見る目ってすっごい力抜けてるというか、あそうだね、やっぱ勝負事がかかってないので、うん、どちらかというとなんかフラッと来て見て、うん、で他の保護者の方とお話しして、うん、でなんかだべって終わってる、うん、で終わったら終わったで、うん、まだ帰ってないのみたいな子供と会話するんですけど、うん、試合になるとそういう保護者の方が目の色が変わっちゃうんですよね。急に普段練習の時にそんなことないのに、もう全然違いますね。スイッチがね、多分ね、違うんです。やるのは子供なのにね。そうそうそう、そうなんですよ。うん、で結局何が起こるかというと、うん、まあコーチの世界でオーバーコーチングという言い方をするんですけども、うん、要するに余計な指示を出してしまったりとか、うん、子供は多分親の声の方がコーチの声を聞けるので、そうね、そうすると意識し始めちゃうんですね。そうするとプレーがだんだん硬くなっていったりとか、うん、失敗を恐れて消極的になってしまうので。練習の時の見るスタンスをそのまま例えば試合の時に持っていっていただくと、うん、多分もっと気楽に見ることができるんじゃないかなと思うんですよね。そうだね、だからなんて言うんでしょうね、その意識っていうのが結局試合全体の中で子供に注がれてしまう、自分の子供に、うん、できれば野球は9人いますから、うん、サッカー11人、バレーボールも6人制とか9人制とかありますけれども、うん、できるだけ自分の子じゃない他の子を応援するっていうやり方をすると多分力抜けていくのかな。そうすると自分の子のいいところも見えるし他の子のいいところも見えると思うんです。どうしても親の目ってダメだと思いますよね。何でもそうよね。もうどうしてもねいいとこいっぱいあるのに悪いところばっかりに目が行きがちなのよね。そうなんですね。多分これ日本人の気質の部分もあるのかな時々思いますね。そうかもしれない、うん、どうしてもその減点法で何でもやっていくじゃないですか。そうね、ちょっとお酒の世界でいうと日本酒はやっぱり減点法なんですよね、評価。あそうかそうか。ワインってどうも減点じゃない、加点法みたいなんですよ、ワインとか。あへお話によると、詳しくはウィキペディアとかで調べていただくと、うん、そんな違いがあるんだ、だやっぱり日本人の気質がちょっとあるかもしれません、うん、とは今欧米でもやっぱり熱いお父さんはいるぐらいなので、まあ、その辺はまたちょっとお色を見てエピソードをご紹介できるかなと思ってはいるんですけれども、やっぱり親御さんもちゃんと自分をセルフコントロールできないといい感じですね。そうです、ね、うん、まあ、特に今、ね、兄弟がいる下の子なんかはすごく力が抜けるんですよ、保護者の方ももう下の子こんなにほっとくのってくらい力抜けるんですよ。わかるわ、私も長女だからもう大変だったもん最初のね。そうなんです、うん、ただやっぱり一人っ子とか、うん、まあ第一子ですよ ね、 そうね、ものすごい力入って、うん、もうそうですね、私の今いる環境でも、うん、3年生の時にすごい力入ってもう子供に対して指示を出してしまうお父さんがいらしたんですけど、うんうんうん、6年生になってようやくもう黙って見てるぐらい、うん、自己鍛錬だねもうね。そうです、もう修行ですね大人も。だからやっぱり子供と一緒にもちろん私たちコーチも成長するんですけども、うん、保護者の方もやっぱり成長してるっていう点では、うん、多分一緒なんですね、スタンスとしても。そうそういう場なんだと思うよ、うん、やってらっしゃることをね。そうなんですよね、うん、だからもうそこでもう一度見返すと、で自分が子供の時ってどうだったかなって思うと、うん、意外とすんなりと、うん、あこうだったからしょうがないよねっていうところに入ってくると思うので、うん、ぜひまず保護者の皆さんには自分の、うん、この時代どうだったかなとか、
あ、小学校の時こうだったけど、なんか自分の子にこれ要求してるなとか、ね、鏡じゃないので、子供は、ね、子供はあくまでも子供なので、親の意識を植え付けるんじゃなくて、子供のびのびとやらせてあげたらいいなと思います。学校とかってさ、授業参観とかあるじゃない、ああいう時って子供の授業の様子を見に来るけど、なんかそ、親御さんたちのそういう会とかってあったらいいのにね。そうですね。なんかそういうお話をさ、森谷さんがして差し上げるような場がもっと増えるといいよね。ぜひね、そういう機会があるといいんですけども、ですよね、聞かせてあげたい、コミュニティってなかなかその外部受け付けない部分もあったりとか難しいところもあるんですけど、まあ、そこにちょっと入り込もうかなという思いがありますね。まあ、今のね、スポーツを通じて、ね、つながっていくといいよね。ぜひお問い合わせいただいて、どうやってコンタクトしたらいいですか？ホームページの方でゼロスポーツコミュニケーションっていう、あの検索かけていただけるとホームページも飛びますので、ぜひそちらの方でご覧いただければと思います。はい、たくさん情報出てますからね、皆さん見てみてください。はい、はい、今日もありがとうございました。ためになるお話でした。ホジェルさんのコーナーでした。